この謎を解くには Google アプリの音声操作機能を使用します。さあ解いてみましょう。この動画は360度動画になっていて、前後左右と上下の映像すべてがヒントにつながっています。まずは側面にカウントアップされるアルファベットと数字の組み合わせが曜日と日付を示していることを推測し、またその日付に同期して背面の時間と予定が示されているので、その2つを組み合わせることでこのようなカレンダーを作るということを導き出します。次に正面に映し出される時計が5つの時刻を示していることに注目します。作成したカレンダーの中から該当する時間の予定を探し、時計の出てきた順に予定の頭文字を読んでいくと、丸の時読めというメッセージが導き出されます。もう一度正面の画面に注目すると、4日、9日、14日、16日、20日、22日、25日の時にだけ丸のグラフィックが現れていることがわかります。先ほどのメッセージ「丸の時読め」に従い、カレンダーのこれらの日付にある予定の頭文字を順に読んでいくと、5分後に起こしてというヒントが現れます。そして今まで使用していない映像の天井と底面に目を向けます。底面には文字が散らばっており、天井を見てみると底面の文字と同じ配置でライトが点滅しているということがわかります。点滅する順番に底面の文字を読むと、 OK Google というもう一つのヒントが導き出されました。得られた2つのヒントを組み合わせると、 OK Google、 5分後に起こしてとなります。そこで端末に OK Google、 5分後に起こしてと話しかけると、アラームが立ち上がります。よってキーワードはアラームです。Google アプリは手を使わずに音声でスマートフォンを操作することができます。 OK Google と声をかけると Google アプリが起動します。2月24日18時からライブを追加と話しかけると、音声だけで簡単に Google カレンダーに予定を追加することができます。また同じ手順でワンデルングでコーヒー豆を買うとリマインドしてと話しかけると、その場所で通知されるようリマインダーを保存することができます。